ニーカップスタジアムです。天気は快晴。 J2 第38節シエロ対サンフレッチェ、今日の試合実況はいつものように八塚博士、放送席にはフリーキックの名手木村和志さんをお招きしています。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご覧の放送は現地より生中継でお送りします。そろそろ選手入場の時間です。割れんばかりの歓声に包まれます。取り急ぎスターティングメンバーを紹介します。まずはホームチーム、水色のユニフォーム、現在第11位シエル、ゴールキーパー上西、ディフェンダー熊、宇田川、岡本、河合、中井、ミッドフィルダー二木、江口、指揮、フォワードラコブチェフ、檜山、 5-3-2 のシステム。守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。画面の右側にエンドを取りました。紫のユニフォーム、現在第6位サンフレッチェ、ゴールキーパーの下田、ディフェンダーの上村、リカルド、服部、駒野、ミッドフィルダーの松下、森崎、フォワードのエルツェック、大木、高橋。システムは4-3-3、守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。シエル、選手たちの表情を見ても随分と調子が良さそうですね。チームのモチベーションも高そうですね。今日のヒーローは一体誰になるのか期待しましょう。審判の笛とともにゲームがスタートしています。指揮、二木、指揮、さあボールを大きく出す。スローインでゲーム再開です。上西、ロングボール、これが江口、ボールを回していきます。どうだ、面白いチャンス、これはクリア。かわいい、いい反応を見せました。の素晴らしい連携を見せます。大きい、最後はキーパースローインで中に入れます。さあボールを大きく出す、前へ出してエルツェック、大きい、打った。あー、どうしたんでしょうか。 VTR に出ます。このシュートは惜しくも外れました。悔しい。中井、右に叩きます。手元の時計で前半の35分を回ったところです。0-0シエロ、ここは慎重に回してほしいところです。うわー、 VTR が出ます。慌てたんでしょうか、外してしまいました。いやー、外れましたか。ボールを奪って今度はシエロ、突っかける、江口、裏が空いています。
ラコブチェフ、クロスボールが入る。来た、ニーカップ、いいタイミングで決めました。先制、1対0。リプレイです。ラコブチェフ、素晴らしいセンタリングでゴールを演出しました。受ける側とのタイミングはバッチリでしたね。キックオフしました。松下、森崎、さあ大きく出した。さあチャンスだ。どっちのボールになるか。木山、前半45分が終了です。江口、いい形での攻撃参加が見られますね。いい動きでしたね。後半も期待できますね。選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。後半開始のキックオフです。松下、森崎、ロングボール、ボールを回していきます。いいカットを見せます。ドリブル、フタイン、クロスボールが入る。キーパーです。ボールを回します。左へ出します。森崎、中に絞った、ハットリ、これを決められなかったのは悔しい。 VTR が出ます。ちょっとタイミング合いませんでした。悔しい。シエル、ここは大きく変えてくるようです。シエル、コーナーキックとなります。ここは正確に蹴っていきたいですね。ラコブチェフ、来た、追加点、突き放します。2対0。今のプレイです。木村さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。キックオフされました。森崎、時間は後半30分が経過しています。2対0。シエル、どう持っていきますか。スローインで中に入れます。可愛い、右へ出します。抜けるか、前に出てボールをキャッチ。富澤、ここにはフタイン、左のスペースを使います。浅いところから上げた、ナイスカット。エルツェフ、ここはボールをカットします。ここで主審の保持する、試合終了です。ご覧いただいた通り2対0でシエル、相手ゴールを許さず完封勝利です。今日も勝ちました。絶好調のようですね。シエロについてですね、木村さん、今日の試合をご覧になってどう感じました。そうですね、相手に反撃を許さなかったのが勝因ですね。木村さん、江口、今日のプレーはいかがでしたか。いいプレーを見せてくれましたね。
次節の対戦チームは敵地アウェイでの対戦となりますね。木村さん、アウェイの雰囲気に飲まれずに頑張ってもらいたいですね。本日は J2 第38節、解説木村和志さん、実況は安塚博士でお送りしました。木村さん、どうもありがとうございました。おじゃ、さよなら。それでは皆さん、またお会いしましょう。
三井主体シエル J2 第39節今日の試合実況八塚博士放送席には関西弁解説でおなじみの長嶋博さんがいらっしゃいます。長嶋さん今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。この試合の模様は現地から生中継でお送りします。今日のダービーは非常に楽しみですね。長嶋さん。そうですね、今日は暑くなること間違いないですから、今日この試合を楽しみにした人もたくさんいるでしょうね。さあ、まもなく選手の入場です。選手入場です。取り急ぎスターティングメンバーを紹介します。左にエンドを取りました紫のユニフォーム現在第9位三井氏、ゴールキーパーは寺尾、ディフェンダーは滝本、小島、丹野、ミッドフィルダーは土橋、白川、熊田、阿部、フォワードは神山、小島、ガイファ。システムは 3-4-3、 サイドのスペースを有効に使い攻撃を組み立てます。対戦します、白のユニフォームに身をまといます現在第10位シエル、ゴールキーパーに上西、ディフェンダーに熊、宇田川、岡本、河井、中井、ミッドフィルダーに二木、江口、四季、フォワードにラコブチェフ、檜山。システムは 5-3-2、 戦術は主にカウンターです。シエル、チーム全体がよくまとまっていますよね。本当に調子良さそうです。選手個人個人も調子良さそうですね。いいチーム状態ですよ。まもなく前半45分が始まります。さあ、ダービーマッチキックオフ。小島、熊田、ここはスローインになります。熊、パスをつないでいきます。さあ、大きく出した、阿部、ここはボールをカットします。中井、自分で持っていきます。右に測り、壁パス、江口、ダーッときた、ゴール、シエロ1点先行しました。0-1。今のプレーをもう一度。長嶋さん、シエロナイスゴール。まずは先手を取りました。いい流れをつかみ始めていますね。このまま行きたいところですよ。キックオフされました。阿部、これは息が合わなかったか。回してガイファ、中に絞ってきた、いやー惜しい。リプレイです。ゴールマウスを捉えきれませんでした。そこは決めてくれないと。宇田川、二木、中井、江口、右サイドを進みます。四季、さあチャンスだ、どうでしょうこれ。うわ来た、惜しい。 VTR が出ます。このシュートは惜しくも外れました。外れましたか。ここで前半戦が終了。江口、チャンスを作ってますもんね。調子良さそうですね。しっかり自分の役割を果たしてましたね。
ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ後半に臨みます。後半開始のキックオフです。四季、江口、さあコーナーキック、このチャンスは生かしたいですよね。ここは正確に蹴っていきたいですね。どうでしょうこれ、ボールはゴールマウスをそれました。今のプレーです。ゴールマウスを捉えきれませんでした。悔しい。富澤、ここで選手交代です。後半の15分が経過しています。0対1、三井氏どう組み立てていくか。石踊り、右のサイドを使います。小島、さあどうだ、あーどうしたんでしょうか。 VTR が出ます。うまくコントロールができなかったようです。決めたかったですね。ここで選手交代があるようです。これは阿部、奪います。大事に持っていきます。泉、ガーッと倒れた。審判が選手を呼びます。ガーッと、ここでイエローカード。本人は不本意でしょうけど、しょうがないですね。直接狙うのは難しい場所です。難しい角度ですけどね。どうきますか。さあこのセットプレー注目しましょう。江口、これを決められなかったのは悔しい。今のプレーです。このシュートは外れました。いや外れましたか。見せます。白川、これはディフェンスが油断したか。どういくか、これは合いません。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、0対1でシエ、堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。ここのところ非常に調子がいいようですね。シエロについてですね、長嶋さん、今日の試合振り返ってみてどうですか。そうですね、いい形で勝つことができたんじゃないでしょうか。本日はダービーマッチをお送りしたわけですが、祭りの後といった感じですかね。ダービーの雰囲気は独特のものがありますからね。選手たちも特別なパワーが出るようですね。長嶋さん、江口、今日のプレイはいかがでしたか。持っていた通りの活躍をしてくれましたね。調子で頑張ってほしいです。次に対戦しますチームはコンサドーレ、ホームに迎えての対戦となります。長嶋さん、ホームで負けるのは恥ずかしいことですからね。本日は J2 第39節、実況八塚博史、解説は元日本代表長嶋昭弘さんでお送りしました。長嶋さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。
ニーカップスタジアムです。あいにくの曇り空、 J2 第40節シエロ対コンサドーレ。今日の試合、実況担当は八塚博士、解説は皆さんおなじみ長嶋昭弘さんです。長嶋さん、今日もよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。この試合の模様は現地より生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを映してみましょう。チケットもすべて売り切れ、まさに満員御礼状態。取り急ぎスターティングメンバーを紹介します。向かって左側にエンドを取りました。水色のユニフォームを身につけます。現在第10位、シエル、ゴールキーパーに上西、ディフェンダーに熊、宇田川、岡本、河合、中井、ミッドフィルダー二木、江口、四季、フォワードにラコブチェフ、檜山。システムは 5-3-2、 守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。メインスタンドから見て右に赤と黒のユニフォーム、現在第3位コンサドーレ、ゴールキーパーの佐藤、ディフェンダーの西澤、森、大森、和波、ミッドフィルダーの今野、ベッド、コベルッチ、砂川、フォワードのウィル、相川。システムは 4-4-2、 戦術は主にカウンターです。長嶋さん、江口、今日はこの人のプレーが試合を左右すると思うんですが、前線で攻撃を組み立てる彼の動きをどうご覧になりますか？彼がどれだけ落ち着いてプレーできるか、流れも変わってくると思います。さあキックオフです。ラコブチェフ、ロングボール、右に叩きます。ここは左へ、ラコブチェフ、なんとか防ぎました。宇田川、横に出します。ワンツーだ、ファール、横に出します。砂川、どこにボールを出すか、クロスボールが入る、決まりました。コンサドーレ先制のゴールを決めました。0-1。先ほどのシーンです。相川、素晴らしいセンタリングでゴールを演出しました。しっかりと中を見て、いいポイントに入れてきましたね。キックオフされました。江口、二木、岡本、二木、四季、ラコブチェフ、スライディング、ここで前半戦が終了。江口、動きはいかがですか？彼を中心に全体的にうまくいってないみたいですね。ハーフタイムのうちに何とかしたいところですよ。選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。後半開始のキックオフです。今野、コベルッチ、長いボールを出した。ボールを入れます。熊、宇田川、ロングボール、この人が四季、慎重に運びます。檜山、どうだ、面白いチャンス、キーパーです。あ、ここに来て大きく変えてきましたね。いいカットを見せます。熊、檜山、
どうだ、面白い、チャンス入った、2カップ。ここへ来て同点、試合が分からなくなりました。1対1。先ほどのシーンです。迷わずシュートを打ってきました。思い切りの良さが結果に結びついていましたね。迷いなく振り切りましたね。気持ちがボールに乗ってましたよ。キックオフです。今野、コベルッチ、ここは大きく出します。ここで試合終了。終わってみれば1対1で、終了間際に追いつき引き分けに持ち込みました。改めましてお願いしますが、長嶋さん、シエロについてですが、今日の試合振り返ってみてどうですか？いい試合はしていたんですけどね、勝ちには至りませんでしたね。次節対戦しますチームはフロンターレ、アウェイでのゲームとなります。長嶋さん、アウェイの雰囲気に飲まれずに頑張ってもらいたいですね。本日は J2 第40節、実況を八塚博士、解説は長嶋昭弘さんをお迎えてお送りしました。長嶋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、皆さんごきげんよう。さよなら。フロンターレ対シエロ、 J2 第41節、今日の試合、実況はおなじみの八塚博士、放送席にはフリーキックの名手木村和志さんをお招きしています。木村さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。この試合の模様は現地から生中継でお送りします。いやー、楽しみな一戦がやってまいりました。木村さん、そうですね、今日の一戦注目ですね。まもなく選手入場です。
選手たちがピッチの上に姿を現しました。取り急ぎ両チームのスターティングメンバーを紹介しましょう。ホームチーム、水色と黒のユニフォーム、現在第4位、フロンターレ、ゴールキーパー、村上、ディフェンダー、寺田、伊藤、箕輪、ミッドフィルダー、山根、鬼木、アウグスト、長橋、ジュニーニ、フォワード、バルデス、ガナハ。システムは 3-5-2、 戦術は主に中央突破です。画面の右側にエンドを取りました。白のユニフォームに身をまといます。現在第10位、シエル、ゴールキーパー上西、ディフェンダー熊、宇田川、岡本、河井、中井、ミッドフィルダー二木、江口、四季、フォワード、ラコブチェフ、檜山。システムは 5-3-2、 守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。シエル、選手たちの表情を見ても随分と調子が良さそうですね。チームのモチベーションも高そうですね。まもなくキックオフです。さあ前半の45分がスタートしています。アウグスト、さあ江口、ボールを奪いました。長橋、ファール、あーっとここでイエローカード。これは微妙じゃね。さあフリーキックとなります。この位置からどう蹴っていくか、難しい角度ですけどね。どうきますか。これはラインを割ります。ゴールキックで再開です。河合、ここは止めました。ガナハ、左に旗が、どうでしょうこれ、バーッと決まった。フロンターレ先制のゴールを決めました。1-0。今のゴールシーンです。木村さん、ガナハ、余分な力を省いて丁寧にコースを狙っていますよね。ナイスシュートですね。いい仕事しましたよ。キックオフしました。江口、ファイン、勢いがありますよ。左へ出します。山根、壁パス、バルデス、枠に飛んでません。 VTR が出ます。ちょっとタイミングが合いませんでした。あそこは決めてくれんと。ここで長いホイッスル。江口、前半の動きはいかがでしたでしょうか。どうもうまくいってませんね。今のままではいってませんよ。選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。後半開始のキックオフです。四季、江口、さあ大きく出した。スローインになります。こちらがキーパーの村上。山根、左にはたく、アウグスト、シュートまで来た。キーパーです。江口、やるね。檜山、さあどうだ。さあチャンスだ。檜山、おっと決めてきました。見事なゴールを決めました。1-1。今のプレーです。
来ましたね、同点ゴール。まだまだ試合は分かりません。気を抜けばすぐにまた流れを持っていかれますよ。ここに来て大きく変えてきましたね。キックオフしました。ジュニーノ、重原、さあそして二木、ここはカット、長橋、中に絞った、飛び出してこれをキャッチ。時間は後半の35分になろうという両チーム全くの互角。ラコブチェフ、どうでしょうこれ。富澤、うわー、今のプレーです。枠に入れたかったですね。悔しい。スローインです。長いボールを出した。これは畑中、自分で持っていきます。檜山、バーで跳ね返った。今のプレーです。うまくコントロールができなかったようです。今の外すか。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば1対1で両者譲らずに引き分けに終わっています。シエロについてですが、木村さん、今日の試合ご覧になっていかがでしたか。今日は勝てる試合でしたね。もったいない。木村さん、江口、この人のプレーを見てどうでしたか。期待したほどの活躍は見られませんでしたね。次節対戦しますチームはアルビレックス、ホームでの試合となります。木村さん、ホームで負けるのは恥ずかしいことですよ。本日は J2 第41節解説に元日本代表木村和司さん、実況は安塚博士でお送りしました。木村さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。ニーカップスタジアムです。天気は快晴。 J2 第42節シエロ対アルビレックス、今日の試合実況担当は八塚博士、解説は J リーグで活躍されました
水沼貴史さんにお願いしています。水沼さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この試合の模様は現地から生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。試合開始が近づき、満員のスタジアムがさらに盛り上がります。取り急ぎスターティングメンバーを紹介します。画面の左側にエンドを取りました。水色のユニフォーム、現在第10位、シエル。ゴールキーパーは上西、ディフェンダーは熊、宇田川、岡本、河井、中井。ミッドフィルダーは二木、江口、四季。フォワードはラコブチェフ、木山。システムは 5-3-2。 守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。これに対します、オレンジのユニフォームを身にまといます、現在首位アルビレックス、ゴールキーパーの野沢、ディフェンダーの丸山、アンデルソン、神田、三田。ミッドフィルダーの山口、アンヨンハ、宮沢、栗原。フォワードのマルクス、森田。システムは 4-4-2。 サイドのスペースを有効に使い攻撃を組み立てます。熊、攻撃の起点としてもこの人のプレイは重要な役割を担ってますよね。そうですね、うまいカバーリングでボールを奪って素早く前線へ送りたいですね。今熱戦の火蓋が切って落とされました。二木、四季。長いボールを出した。さあ入れます。丸山、アンデルソン。さあボールを大きく出す。速い攻めを見せます。栗原、チャンス、インターセプト。スローインになります。上西、ロングボール。この人は江口、うまくつなぎます。ワンツーだ。ヒアだ。枠に飛んでません。今のプレイです。うまくコントロールができなかったようです。悔しい。左サイドでボールキープ、横へ木山。左のスペースを使います。中に入れた。来た、決まりました。ようやく試合が動きました。1-0。今のプレイです。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール。見事に期待に応えてくれましたね。キックオフしました。栗原、アンヨンハ、ラコブチェフ。ここはカット。前半45分が終了です。江口、攻撃の起点になってますね。よかったと思いますよ。効果的に動けてましたから、後半も期待できました。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフ、宮澤。さあコーナーキック、このチャンスは生かしたいですよね。ショートコーナーもありますよ。さあ来ますよ。これは残念、ゴールラインを割りました。ここでカットします。うまくつなぎます。どうでしょう、これ見た。これは笛。
これはどうでしょうか。怪我には注意したいですね。大丈夫でしょうか。シエル、ここは大きく変えてくるようです。うまくつなぎます。ぐんぐんと持ち込んでいきます。二木、泉、江口、抜けるか。これはキーパーが抑えます。ここで試合終了の笛。終わってみれば1対0でシエル、相手ゴールを許さず完封勝利です。今日も相変わらずの好調ぶりを見せました。改めましてお願いしますが、水沼さん、シエロについてですが、今日の試合振り返ってみてどうですか。そうですね、1点を争う緊迫した試合になりましたよね。最後は勝利への執念で勝りましたね。このところ数試合を見てみて、攻撃面に関してはどうですか。そうですね、安定はしてると思います。次節対戦しますチームはアルディージャ、敵地アウェイでの対戦となりますね。水沼さん、アウェイの雰囲気に飲まれずに頑張ってもらいたいですね。本日は J2 第42節、解説に元日本代表水沼貴史さん、実況は八塚博士でお送りしました。水沼さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また次の機会に。
大宮スタジアムです。天気は晴れ。J2 第43節ガルディジャ対シエル。今日の試合、実況はおなじみの八塚博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。水沼さん、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。この試合の模様は現地より生中継でお送りします。まもなく選手入場です。選手たちがピッチに登場してきました。取り急ぎ両チームのスターティングメンバーを紹介しましょう。左に遠藤を取ります。オレンジのユニフォーム、現在第3位アルディージャ。ゴールキーパーは川島、ディフェンダーは奥野、トニーニョ、原崎、野口。ミッドフィルダーは大塚、島田、安藤、伊藤。フォワードはバレ、黒崎。システムは 4-4-2。 中央から相手を切り崩します。画面の右側に遠藤を取りました。白のユニフォームに身をまといます。現在第10位シエル。ゴールキーパーに中川、ディフェンダーに熊、宇田川、岡本、河井、中井。ミッドフィルダーに二木、江口、四季。フォワードにラコブチェフ、檜山。 5-3-2 のシステム。守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。水沼さん、シエル、練習をご覧になっていかがでした？調整に多く時間をかけていたようですね。まもなくキックオフです。さあ試合開始です。安藤、伊藤。さあ大きく出した。手元の時計で前半の10分が経過しています。ゲームはまだ静かな展開。バレー、中に切れ込む。バレー、来た。アルディージャ先制のゴールを決めました。1対0。リプレイです。迷わずシュートを打ってきました。思い切りの良さが結果に結びついていましたね。しっかり抑えが効いてましたね。それはいいシュートだ。キックオフされました。四季、江口。さあ大きく出した。スローインです。
大きく逆サイドへ振ります。黒崎、大塚、あ、レッドカードです。いや、やってしまいましたからね。これは仕方ないかな。シエル、早くも選手の交代です。アルディージャ、コーナーキックとなります。誰に合わせてくるか見ものですね。一度様子を見ました。決まりました、アルディージャ。前半終了間際のチャンスを逃しませんでした。2対0。今のプレーをもう一度。シエル、前半も終盤、このビハインドは後半に持ち越しそうです。今の雰囲気を後半に引き継ぎたくないですね。ハーフタイムで気持ちを切り替えてほしいです。キックオフです。深谷、黒崎、チャンス。ああ、こぼれ球はどうでしょうか。式、前半45分が終了です。江口、動きはいかがですか。動きにキレがなかったですね。チーム全体の流れも悪くなってますよ。ハーフタイムを終えて、選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフです。富澤、二人、ここは大きく出します。これはいい場所からのフリーキックとなります。この位置ですからね、直接来るでしょう。さあ来ますよ。おっと、決めてきました。見事なゴールを決めました。2対1。先ほどのシーンです。綺麗に決めてきました。やっぱり飛び道具があると強みですね。素晴らしいキックでした。キックオフしました。伊藤、島田、どんなボールを蹴り込んできますか。コーナーキックです。誰に合わせてくるか見ものですね。さあ来ますよ。サードは来た、決まりました。黒崎、ここ一番やはり頼りになります。3対1。今のゴールシーンです。水沼さん、高い打点でうまく頭で合わせてきました。ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。畑中、ここで選手交代です。キックオフです。二人、富澤、見事に突破成功。右、二人、クロスボールが入る。ナイスカット、うまく守りました。畑中、シュート。ここで試合終了の笛。結果は3対1でシエル、残念ながらこのゲームものにできませんでした。
ということで、改めて水沼さん、シエロについてですね、今日の試合振り返ってみてどうですか？そうですね、いい試合をしてたので、あまり肩を落とさなくてもいいんじゃないですか。水沼さん、江口、今日のこの試合、この人の動きはどうでした？自分の役割をこなせてませんでしたよね。本人も不満だと思いますよ。次節の対戦チームはベルマーレ、ホームスタジアムに迎えてのゲームとなります。水沼さん、ホームで落とすわけにはいきませんよね。本日は J2 第43節、解説に水沼貴樹さん、実況は八塚博史でした。水沼さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは今日はこの辺で、皆さんごきげんよう、さよなら。ニーカップスタジアムです。あいにくの雨模様です。 J2 第44節、シエロ対ベルマーレ、今日の試合、実況八塚博史、解説は木村和志さんにお願いしています。木村さん、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ご覧の放送は現地から生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを映してみましょう。大歓声が巻き起こります。取り急ぎ本日のスターティングメンバーを紹介します。左に遠藤を取ります。水色のユニフォームを身につけます。現在第10位、シエル、ゴールキーパーに中川、ディフェンダーに宇田川、滝沢、岡本、川井、富澤、ミッドフィルダー、タギ、江口、四季、フォワードにラコブチェフ、木山、532のシステム。戦術は主にカウンターです。メインスタンドから見て右に
黄緑色のユニフォームを身につけます。現在第12位ベルマール、ゴールキーパー鈴木、ディフェンダーの池田、白井、時崎、ミッドフィルダー吉野、熊林、鈴木、梅山、坂本、フォワードの高田、キム・グンチョル。システムは352、中央から相手を切り崩します。木村さん、シエル、カウンター攻撃で相手を切り崩す戦術を取っています。そうですね、うまくカウンターに持っていきたいですね。さあキックオフ始まりました。指揮やるね。前半の10分が経過しています。まだ動きはありません。これはファールでしょう。イエローですね。いやー、これはイエローで助かりましたよ。フリーキックのチャンス、これはいい位置ですね。いや、これは怖い距離ですね。さあ来ますよ、岡本。これはラインを割ります。ゴールキックです。池田、梅山、慎重に運びます。横へ流します。ワンツーだ。キーパーです。木村さん、今シーズンもこの試合を含めて数えられる程度しか残っていませんね。早いですね。ほんと早いですね。優勝争いもここからさらに熾烈を極めるでしょう。そうですよね。指揮、キーパーかわされた。あーっと決まった。ニーカップ、1点先行しました。1対0。リプレイが出ます。木村さん、指揮いい動きしてますね。乗ったんでしょうね。今日の彼を止めるのは難しいですよ。キックオフされました。梅山、ベルマール、コーナーキックのチャンスを得ました。ショートコーナーもありますよ。さあ来ますよ、白井。あー、どうしたんでしょうか。 VTR が出ます。ちょっとタイミング合いませんでした。いやー、外れましたか。前半45分は終了です。江口、いい形での攻撃参加が見られますね。調子良さそうですね。しっかり自分の役割を果たしてましたよ。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフ、坂本、鈴木、さあ入れます。宇田川、中川、河井、ラコブチェフ。リプレイが出ます。このシュートは惜しくも外れました。あそこは決めてくれんと。シエル、コーナーキックのチャンスを得ました。ここは正確に蹴っていきたいですね。ショートコーナーできました。宇田川、入った。ニーカップ、追加点、2対0。今のゴールシーンです。木村さん、高い打点でうまく頭で合わせてきました。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。
シエル選手の交代です。キックオフです。梅山、さあそして鈴木、キム・グンチョル、坂本、面白い、ボールはゴールマウスをそれました。リプレイです。ゴールマウスを捉えきれませんでした。決めたかったですね。畑中、ここで選手交代です。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、2対0でシエル、相手ゴールを許さず完封勝利です。試合の方はご覧のような結果なんですが、木村さん、シエルについてですが、今日の試合振り返ってみてどうですか？そうですね、相手に反撃を許さなかったのが勝因ですね。木村さん、ラコブチェ、今日のプレーはいかがでしたか？期待通りの活躍を見せてくれましたね。次節の対戦チームはアビスパ、アウェイに乗り込んでの試合となります。木村さん、厳しい試合になると思いますが、頑張ってもらいたいですね。本日は J2 第44節、解説に木村和志さん、実況は八塚博史でした。木村さん、今日はありがとうございました。じゃあね。それでは皆さん、この辺で。
福岡スタジアムです。天気は晴れ。 J2 第45節アビスパ対シエロ、今日の試合、実況担当は八塚博士、解説は水沼貴さんです。水沼さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この試合の模様は現地より生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを映してみましょう。さあ、選手たちが入場してきます。取り急ぎ両チームのスターティングメンバーを紹介しましょう。ホームチーム、白のユニフォーム、現在第7位アビスパ、ゴールキーパーに塚本、ディフェンダーにセルジオ、川島、古賀、平島、ミッドフィルダーに原田、篠田、アレックス、久永、フォワードに江口、ベンチーニョ。システムは 4-4-2、 サイドから攻撃を組み立てます。アウェーチーム、水色のユニフォーム、現在第9位シエル、ゴールキーパーは上西、ディフェンダーは熊、宇田川、岡本、河合、富澤、ミッドフィルダーは二木、江口、四季。フォワードはラコブチェク、檜山。 5-3-2 のシステム、守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。シエロ、選手たちの表情を見ても随分と調子が良さそうですね。選手一人一人も調子良さそうですね。いいチーム状態ですね。まもなく前半開始のキックオフです。さあ、キックオフ始まりました。江口、ここは大きく出します。富澤、この人は二木、四季、江口、横に出します。ラコブチェク、中に入っていった、檜山。これを決められなかったのは悔しい。今のプレイです。慌てたんでしょうか、外してしまいました。悔しい。ゴールキックです。ここでカットします。前半15分が経過しています。0-0アビスパ。さあ、どうやって組み立てていきますか。クリア。岡本、ロングボール、チェックに来ます。これはファール。あ、レッドカードです。いや、やってしまいましたからね。これは仕方ないかな。フリーキックで試合続行です。江口、四季、シュートだ。枠に飛んでません。 VTR が出ます。これは決めたかったですね。決めたかったですね。うまくつなぎます。江口、どうだ、面白いチャンス。あっと、来た、ゴール。シエロ、前半終了直前に見事ゴールを奪っています。0-1。リプレイです。水沼さん、シエル、相手の集中力が切れかけているところをうまく決めましたね。
大きいですね、この先制点。いい時間に取りましたよ。キックオフされました。篠田、アレックス、ここは大きく出します。ホイッスルが鳴って前半が終わりました。江口、チャンスを作ってますもんね。調子良さそうですね。しっかり自分の役割を果たせてました。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフです。四季、これはいい場所からのフリーキックとなります。いやー、これは怖い距離ですね。さあ来ますよ。どうでしょうか、これ嫌なボールです。リプレイです。枠に入れたかったですね。いや、外れましたか。畑中、ここで選手交代です。アビスパ、コーナーキックを得ました。こういうセットプレーが鍵を握りますね。一旦パス、ベッチーニョ、来た。アビスパリードを許しません。ここで同点ゴール、1対1。リプレイです。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。ここで選手交代があるようです。キックオフです。畑中、ルーズボールを抑えます。セルジオ、パスをつないでいきます。審判がペナルティースポットを指しました。イエローですね。出ましたね。微妙でしたけどね。シエル、これはピンチです。来た、決まりました。アビスパ、終了の合図を目前にして決定打となる逆転ゴールを叩き込みました。2対1。今のプレイをもう一度。キックオフです。畑中、ここで試合終了。結果は2対1でシエル、終了間際に逆転を許し、まさかの逆転負けです。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、シエロについてですが、今日の試合振り返ってみてどうですか？そうですね、いい流れは作れていたと思うんですが、残念ですね。水沼さん、シエロ、今日のような試合どうなんでしょうかね。監督については何かありますか？今日の采配には疑問が残りますね。選手も納得してないと思いますよ。次節の対戦チームはヴァンフォーレ、ホームに迎えての対戦となります。水沼さん、ホームで落とすわけにはいきませんよね。本日は J2 第45節、実況八塚博史、解説は元日本代表水沼貴史さんでお送りしました。水沼さん、
今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。Thank you.